内子さんで、高崎優の、キャラデザを勝手に大考察、いうテーマです。それでは、内子さん、よろしくお願いします。それでは発表を始めさせていただきます。まずこの発表を始めていただく前に一つだけ注意点ございます。かなり偏見的な内容があるのですが、これはあくまでデザイン的な話をする上での偏見です。キャラクターを批判する意図は一切ないので、そこはご安心ください。それでは発表を始めさせていただきます。このような3部構成で開始させていただきます。まず1番、基礎情報についてということで、簡単に自己紹介させてください。私、内子と申します。どのような活動をしているかと言いますと、清華大学というラブライブサークルで部長をやっております。他に、コスプレイヤー、同じ人物です。やっております。そして振り込み経験があります。振り込みしてる時よりめちゃめちゃ緊張しています。お願いします。そしてですね、ラブライブ学会の運営を務めております。そして、先ほど、いただいた用紙集のデザインも担当いたしました。どういう人かと言いますと、簡潔に言うと、私、変な人でございます。お願いします。そして次に、高崎ゆうちゃんの紹介をさせていただきます。高崎ゆうちゃんがどういう人物かと言いますと、まずアニメのオリジナルキャラクターであり、そして作曲可能な女の子です。それで、ラブライブに登場しているのですが、スクールアイドルはやっておらず、そして、興味があったから転科したというとんでもない行動力を持っています。そしてなんか一人だけなんて選べないらしいです。どういう方かと言いますと、変な人でございます。今回のスライドはですね、変な人が変な人のデザインを考察するお話となっております。なぜ、このような考察をしたいかなと思ったのですが、高崎ゆうちゃんのビジュアルをご覧ください。これを見て、どのようなイメージが湧くかと言いますと、まあ、多くの方は、ツインテールであったり、髪の毛にメッシュがかかっていたり、そういうデザインが見受けられると思うのですが、私はその先を行きまして、なぜツインテールなのか、そしてなぜ緑のメッシュがかかっているのか、そこが気になりました。このようなデザインであるということは、必ず何かしらの意図があるのではないかなと思ったので、私はこのデザインを見て、このデザインの意図を探りたいなと思いました。そもそも、キャラクターデザインがどのようにしてできているのかという話なのですが、まず、これは、すべてのものに当てはまるものではないのですが、オーソドックスなものとしまして、まず、設定画が加わります。このキャラクターはこんな人物ですよ、みたいな、そういうのが配られた後に、キャラクターデザインの方が、デザインを担当して、最終的にアニメになったり、グッズになったりするわけですね。ということは、高崎ゆうちゃんにも設定があるのではないかと思いまして、こちら勝手に考察させていただきました。その結果がこちらになります。片山では主人公、このように捉えました。なぜこう思ったのかと言いますとですね。まず、名前が公募案であったり、先ほども申し上げましたように、スクールアイドルやっていないことから、片山の子じゃないのかなと思いました。そして主人公という点なのですが、まず物語の中心的存在であることから、そしてほのかちゃんやちかちゃんといった、主人公のような人物は、字幕が黄色になるというものがあるのですが、高崎ゆうちゃんも同様に字幕が黄色になっていることから、今回主人公と捉えさせていただきました。こちらですね、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会におきまして、キャラクターデザインを担当している横田拓海さんとみんな大好きメバス先生ですね。メバス先生のデザインワークスという、お仕事なのですが、あまり聞き慣れがないかなと思います。これはどういうものなのかと言いますと、簡単に言うと、統一感のお仕事をしております。具体的に言いますと、例えば虹、夢がここから始まるよ。あれは、ソロ曲のみんなの衣装が並んでいるんですけど、あれがなんか、ちぐはぐにならないような、そういう統一感を持ったものをお仕事とさせています。そして、ここが大事な話なんですけれども、こちら用紙と配色、これはキャラクターデザインにおいてめちゃめちゃ大事な2要素です。覚えて帰ってください。ほんまに、これが大事なのかと思う方もいますので、早速用紙と配色を犠牲にしていきたいと思います。用紙を犠牲にするとこのようなスライドが出来上がります。見にくいですね。そして配色を犠牲にするとこのようなスライドが出来上がります。もう見たくないですよね。そし、本当に、デザインには、用紙と配色めちゃめちゃ大事だということが分かっていただけたかと思います。それではですね、本編のデザインに着目していきたいと思います。まずは、用紙の方から説明させていただきます。用紙にはですね、主に2つあると考えておりまして、髪型や服装であるアレンジ可能なもの、そして、顔や体型などアレンジができないもの、この2つに分けさせていただきました。今回はですね、左側の髪型と服装について説明させていただきたいと思います。ですが皆さん、朝11時ですよね。ちょっと朝から技術的な話をするのはちょっとめんどくさいということで、こんなものを用意しました。題して、第1回高崎ゆうはどれ？シルエットクイズ！イエーイ！ありがとうございます。こちらですね、ルールは非常に簡単でございます。今から1個2とシルエットを出しますので、その中から高崎ゆうちゃんを当ててください。
制限時間は5秒、全2問あります。それでは第1問、待っていきましょう。第1問、デデン。5、4、3、2、1。正解は、3番の高崎優ちゃんでした。他は1番から順番に、愛ちゃん、あゆむちゃん、せつなちゃん、ランジちゃんでした。少し早かったのですが、この中で分かったよって方、どのぐらいいますかね。あ、ありがとうございます。では、第2問参りたいと思います。第2問、こちらです。デデン。5、4、3、2、1。正解は1番の高崎優ちゃんでした。ちなみに、他の、ものは左から順番に、ニコちゃん、リアちゃん、幼少期のリコちゃん、そしてシャベキストピンクちゃんでした。こちら問題分かったよって方どのぐらいいますかね。ありがとうございます。見ていた感じですと、さっきのグループ A よりグループ B の方が手上がる数少なかったかなと思います。これはなぜかと言いますと、わかりやすいように言いますと、グループ A の方が全体的にシルエットがバラバラなんですよね。対して、グループ B の方は全体的にツインテールのような、そういう形をしているため、ゆうちゃんの判別がしづらかったかと思います。つまり、グループ A はいいデザイン、グループ B は悪いデザインと思えるようにも思えますが、実はそうではないんですよね。なぜかと言いますと、グループ A の方は、存在する組み合わせです。この5人は、実際にアニメ内で2年生の立場にいるのですが、よく並ぶ可能性があるということで、デザインを差別化する必要があります。一方で、この5人のデザインが並んでるイラスト見たことあるよっていう方いますかね？多分いないですよね。ということで、ツインテールというのは、この5人の中では個性と捉えています。なので差別化する必要もないということです。じゃあなぜ高崎優ちゃんはツインテールの髪型をしているのか、こちら考えてみました。こちらのような結果になりました。まず先ほども言いました、髪型を差別化すること、そして、主人公であることから一般人らしさを回避すること、そして主人公のようなアクティブさから、活発的な見た目にしたいなという意図を、なんじゃないかなと考えました。そんな髪型他にもいろいろあるんじゃないかなと、思う方もいるかもしれませんが、こちらいろいろまとめてみたんですが、例えばポニーテールだったら、少し大人的に見えてしまったりとか、後ろに、メッシュが隠れていると、大事なメッシュが見えなかったり、そして男性的な髪型にしてしまうと、ちょっと男性感が強くなってしまって、高崎優ちゃんのメインの役割である、ときめき要素がギャップになってしまうのじゃないかと思いました。つまりですね、ツインテールというのはかなり、デザインの上で合理的な髪型をしているんじゃないかと考えました。次にですね、服装について語っていきます。皆さん、高崎優ちゃんの服装どのようなイメージがありますかね？制服だったり、ジャージだったり、いろいろあると思うんですが、かなり種類が多いということで、今回、調べてみました。こちら QR コードを読み込んでいただきますとね、Excel が出てくるんですが、まあちょっと読み込む時間がないと思いますので、後で Twitter の方で開けさせていただきたいと思います。こちらまとめた結果がこちらになります。高崎優ちゃんの服装ですが、だいたい40種類ある中で、ズボン系の服装が全体の 65% ありました。なんかそんなに、少ないんじゃないかなと思う方もいるのですが、今回比較対象として、あゆむちゃんの衣装もまとめてみました。それがこちらになります。ズボン系がなんと 20%。高崎ゆうちゃんがいかにズボン系が多いかと、わかるかと思います。そしてさらにここから考察しましてですね、例えばアニメの私服はすべて長ズボンだったり、全体の 65% の中でもパンツの方が、ですね、なんか多かったり、そして、高崎優ちゃんのスカートの履いている衣装は制服だったりと、統一的な衣装であることが分かりました。ね、ここからしても高崎優ちゃんがいかに異端な存在、そして片腕の存在であるか分かるかと思います。次にですね、配色の方に入りたいと思います。こちらの画像をご覧ください。なんか棒みたいなのが3本並んでいるのですが、これが何か分かる方、多分少ないんじゃないかなと思います。ここにですね、色をつけてみますと、このような感じに、なんか、大体、このキャラクターなんじゃないかなというのが浮かんでくると思います。それほど、キャラクターデザインにおいて、配色というのがとても重要であることがわかるかと思います。そしてですね、色だけではなく、色が持つ効果というものもありますね。例えば左、エマちゃんなんですけれども、緑という色は癒しだったり平和だったり、目に優しいとかよく聞くと思いますが、そういうイメージをもたらすことができます。では、高崎優ちゃんがどのような色なのかと言いますと、黒と緑で大体構成されておりまして、虹ヶ崎においてはこれが、高崎優ちゃんの色であることがわかります。さらにこの黒と緑という色を分析しまして、このような結果が出てきました。黒が持つ効果というのは、暗かったり、無彩色といって赤や青みたいな色がついているものではなく、
色がついていないものを無彩色というのですが、それが黒が持つ効果だと思います。そして緑はですね、未熟のイメージであったり、これはストーリー上で高崎優さんがどんどん成長していくものを表しているのではないかと思いました。また中間色ということなのですが、ここにおいて大事なものは無彩色という色で、こちら画像をご覧ください。こちら緑と黒の色をまとめてみたものなんですが、それぞれ比率は違うのですが、緑、かなり目立つかと思います。それに比べて黒というのは、緑よりも少し目立ちにくいものだと思います。これはですね、黒が無彩色であるからという理由です。つまり緑色というのが、ゆうちゃんの中のデザインでは、緑の色も大事なのではないかなと思いました。じゃあなぜ緑になったのかと、先ほどの未熟なものも挙げましたが、他にもこのようなものを見つけました。左にあるのは色相環といいまして、円のグラデーションになっているのですが、緑の向こう側にある色、これを補色というのですが、緑のゆうちゃんに対して向こうにあるのがピンク色なんですね。ピンク色と言いますと、虹ヶ崎においてはあゆむちゃんをイメージする方も多いと思われます。ゆうちゃんとあゆむちゃんはストーリー上では幼馴染という設定なので、とても、先ほども言いましたように、よく並ぶキャラクターだと思います。この補色にすることでですね、キャラクターの区別がつけやすいというわけで、緑にしたんじゃないかなと思いました。このように、並べてみると、わかりやすいかと思います。例えば緑とピンクの補色であったり、サニーパッションの紫系と黄色系の色、ちょっとチカチカするんだと思いますが、これが、デザインにとってはわかりやすい、関係性のあるデザインだということがわかるかと思います。補色も大事ということですね。じゃあ、黒色緑メッシュの理由、これも考えてみました。まずはですね、黒髪である普通感と緑髪であるちょっと特別な感じをもたらしたんじゃないかなと思いました。また髪の色に緑を持ってくることによって顔の周りが明るくなる、そういうデザインにもなるわけです。そしてですね、ゆうちゃんが誕生したのがだいたい2020年ぐらいなのですが、2020年のキャラクターの、トレンドとしまして、メッシュがかかっていることがよくあります。主に女性向けコンテンツなんですけれども、それを高崎ゆうちゃんにも取り組めたのじゃないかなと思いました。ここでもう一つ疑問が、ありまして、主人公といえばオレンジ髪なんじゃないのかなと思う方もいるかと思います。こちら、主人公をまとめてみました。こちら、スクールアイドル。向こう側がスクールアイドルじゃないキャラクターですね。こちら側を見てみますと、チカちゃん、ほのかちゃん、かのんちゃん、オレンジ色であることがわかります。つまり、スクールアイドルになっているオレンジに、補色に対して緑色を使っているのではないかなと思いましたが、実はそうでもなくてですね、かのんちゃん以降の主人公をまとめてみました。この3人が出てくるわけなんですが、上3人に比較しまして、こちら、リメージカラーがオレンジ色を使われていないのですね。つまり、主人公イコールオレンジというのは間違った解釈なのではないかなと、考えました。またですね、歴代のシリーズのキャラクターデザイナーをまとめてみたのですが、私たちの思うラブライブの絵柄って多くは室田さんをイメージされる方が多いかと思いますが、アニメの虹ヶ崎に以降におきましては、室田さんが、キャラクターデザイナーを務めたことはありません。つまり、ですね、私がまとめた結論といたしましては、配色においては、高崎ゆうちゃんというのは既成概念を破壊するきっかけを作ったデザインなのではないかなと考えました。それでは、最後にまとめていきたいと思います。先ほども言いますように、合理的な髪型をしているツインテールで、パンツスタイルを貫いた、服装が多いことが分かりました。そして人間性関係性も表せる、配色にさせて、また、今までのラブライブの、常識を破壊するようなきっかけを作ったキャラクターなどではないかということも分かるかと思います。そして、そういうことですね。高崎ゆうちゃんのデザインは、片指の主人公であることが分かっていただけたかと思います。ご清聴ありがとう。ちょっと待った。その声は、オフィシャルファンブック。オフィシャルファンブック、2日3日ぐらい前にもですね、2期のものが発売されたのですが、こちら1期の方から取り上げていただきました。横田さんという方、さっきも取り上げました方のインタビューのよりますと、ゆうちゃんのキャラクターデザインの意図はあるのですか？好き勝手に作りました。ゆうちゃんのデザインは、作者の趣味です。なのですが、先ほど言いました話はすべて、本当の話ですので、たまたま今回ゆうちゃんが合わなかっただけで、もしかすると今後に登場するキャラクターなどには、噛み合ってくるかもしれません。そういうキャラクターと比較しても面白いかもしれませんね。本日は本当にご清聴ありがとうございました。